はいどうも、ザ・ナチュラルキラーズです。今日はですね、特に初心者の方が腹筋運動をするときに一番意識してほしいことを紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、何回か紹介させていただいてるんですけども、腹筋はこの溝落ちと恥骨のところについてますんで、この2点の距離をぐーっと縮めるように背中を丸めてほしいんですね。はい、それ聞いたわって、おっしゃる方いらっしゃると思うんですけども、ちょっと一回確かめてみてほしいんです。はい、この溝落ちより上の部分ですね、がこう、ぐーっと、こういう感じに、まあ、ちょっと大げさにやっていくんですけども、こういう方結構いらっしゃいます。そうではなくて、どっちかというと、この下の部分ですね、溝落ちより下の部分が、ぐーっとこう、はい。まずこれをやってみてほしいんです。自分の背中がきれいにここから、溝落ちより下の部分が丸まるように、この距離が縮まってるからですね、一回ここに指を置いてみて、2本の指が、ぐーっとちゃんと縮まってるか、はい、確かめてみてください。はい、この背中を丸めるという意識はめちゃめちゃ大事なんですね。まあ、背中を丸めるというか、まあ、言い換えたら腹筋を収縮させるという意識なんですけども、それがとにかくめちゃめちゃ大事なんです。はい、でこの丸まる意識が、例えばできてないとすごくやっぱり負荷が逃げてしまうっていうのと、他の箇所が痛くなりがちになります。こういう腹筋、こうやつですね。この時も最初こう丸まってる意識あるじゃないですか。こっから上がる、これがだんだんこう落ちてくるんです。はい、ではなくて丸まってる、私丸まるわよ、わし丸まるでっていう感じで、丸まってる状態をキープしながら上がる。で降りてくる時にも下がりきらない。こう。はい。下がりきってしまうと、首の動きが大きくなりがちになるんで、首が痛くなるっていう原因になります。はい。で、この足上げするときも、背中をこう丸める。ここが丸まる。私丸まるわよっていうのができてる人は、もうこの時点でかなり腹筋張ります。はい。この丸め、私丸まってるわよ。丸まってるわよっていう意識を一回大事にして、腹筋運動を最初のうちは回数を追うというよりか、こう一回ずつ丁寧にやってみたらいいと思います。はい、そんな感じで、まあ、上体起こし系とか足上げ系とか、まあ、ひねり系もこう背中を丸めてやるっていうのがすごく大事なんで、これをものすごく一回ちょっとこう一回ずつ意識するようなイメージでやってみてください。はい、そうすると、首が痛いっていうのを、首が痛い、腰が痛いっていうのはだいぶ減ると思いますんで、ぜひやってみてください。本当にこう背中を丸めるっていうのを一回鏡でご自分で、見てみてほしいっていうのと、まあこの2点の距離ですね、一度確かめてみてください。はい。意外と背中が丸まってないとか、上の方だけ、溝落ちより上の部分がこう丸まってるとか、よくあるんで、本当にこの、腹筋部分が収縮して背中が丸まってるかっていうのを確認してください。はい、ぜひ意識してやってみてください。どうもありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。